How to Revit Basic 4-23。 ファミリータイプの編集についてです。プロパティをしタイプを編集をしましょう。もし違うサイズを作る場合には複製ボタンを押し、名前を押し、違う名前を付けましょう。この名前は誰が見ても分かりやすいようにサイズ等の名前の方がいいかと思います。タイムパラメータで該当する値を編集して OK ボタンを押しましょう。それでは実際にやってみたいと思います。そのタイプを編集をクリックします。ある場合には複製ボタンをクリックし大きさを変えましょう。ここでの大きさは実際の寸法にはまらないので必ず実際の数値も変えましょう。新しいタイプが追加されます。レビットでの作図についてです。的にはプロジェクトファイルで展開しますので一番最初は建築のテンプレートを見ましょう。 DWG ファイルがある場合はそれをベースに作図をされた方が間違いが少ないかと思います。建築のテンプレートを設置し立面図断面図よりレベルを追加しましょう。次はまた次回にお話ししたいかと思います。